この前のマリエモンのスナイパーを見ていたら、その呼び方やめろ。私も久々にスナイパーを使いたくなってしまったので、今回はキルフィードを取り巻くリングのスナイポ動画となりました。いや、エイムばっこれドラコンだー。エイムが悪くて弾が当たらない?だったら撃ちまくればいいだろ。というわけで久々のラピッドショットでございますよと、毎度言ってるがそんな技は存在しない。いや、今作は砂にもラピッドファイアがつけられるので、運営もラピッドショットの存在を認めているということになりますよ。頭上注意。注意していてもラジコンが私めがけてすっ飛んでくるんですけど、仕様です。仕様だったの?それよりもですよ。ラピッドファイアを手に入れたことにより、さらに火力を増し、より強力になったラピッドショットの威力、とご覧あれ。やっぱり狙撃は最高だぜ。あれ?狙撃ってなんだっけ?あ、まずい取り残された。前に出ないと、狙撃で前に出る必要があるのかと小1時間。なんだい君もラピッドショットしてほしいのかい?さも大人気のように言うんじゃありません。何言ってるんですか?これから大人気になるんですよ。絶対流行らないし、流行らせない。まあ、ラピッドショットの強さを見ていれば、マリエモンの考えも変わるでしょうよ。だからその呼び方やめろ。よし、相手はコンカッション。そして普通に撃たれて負けると。なんでや、コンカッションの当たり判定出てたやろ。カス当たりだったんじゃね。ならば致し方なしだかし。と、左側面からの攻撃が、隠れちまったな。あいつは味方に任せて正面の建物に向かうとしますか。さあて敵はいるかな?正面から赤点出てるしいるな。やっべ、こっち来ないでお願いしますりそういえば、本当に君は恐ろしく被弾率がいいな。しかも今回に至っては、弾だけじゃなくてラジコンのおまけ付きだし。そんなおまけいらないよー。というか、一生懸命エイムしてたけどあれしたいですね。結構わかりにくいよな。味方が前に出たので私も便乗しちゃいましょうか。とりあえず、まずはコンカッション。よっしゃ当たった。またカス当たりじゃないといいけどな。当たった敵は倒してくれって味方が丸焼きに。やめろ、こっちに来るんじゃない。上手に焼けました。ビリビリで電気、ラジコンで爆発。さっきの弟子、次は水だな。今決めました。絶対マップの右側には行きません。仕方ない。じゃあ落下でいいよ。ですね、落下死もやりたくてやっているわけじゃないんですよ。まあそう言わずにお一つどうぞ。あ、こりゃどうも、ってなるわけないでしょうが、なんだ残念だな。ほっといてもそのうち落下するか。さすがにひどくない?それより後ろの敵ですよ。おらー、ラピッドショットの餌食にしてやるわ。ふぅ、なんとか倒したみたいだな。弾一発も当たってなかったよね。おそらくあまりの速さに映像が追いつかなかったんでしょう。そんなことがあってたまるか。映像すらも遅らせるラピッドショット。全く恐ろしい技を編み出しちまったな。お前の思考回路の方が恐ろしいわ。しかしまだあまり活躍できていないので、ここらで連続キルして貢献度を上げておきたいところ。というわけでおそらく一番の激アツスポットであるここで定点しておきます。説明中にすでに1キルしたな。まだまだ行きますよ。続いてサイスもラピッドショット。効果は抜群だ。エイムさえ合っていればほぼ負けないからな。エイムさえ合っていればな。見てろって明治ブルガリアヨーグルト。今は波に乗っている状態ですからね。キレッキレのエイムをご覧に入れようぞ。って、敵が来ませんね。そら同じところを見張られてたら、来なくはなるだろ。右か左かで悩みますね。とりあえず、左側面の警戒と行きましょうか。お、ジャンプで赤点が出たな。1名様ご案内。さあ、定位置に戻りますよ。てぼは、ヘッドショット。だと、平成の下平平と呼ばれたレイムちゃんならあれくらい余裕のよっちゃんですよ。どこからどう見てもまぐれだし、びっくりしたようにしか見えませんでしたが、あれは、相手を油断させるための超高等テクニックに決まってるじゃないですか。実にお手軽な超高等テクニックだな。さ、それよりもここを見張っていてもそろそろ来なくなると思うので、ここは裏取りをして一気に倒していきましょう。とりあえず、直線ではなく大回りルートで進んでいきましょう。ブーストゲージ回復してね。落ちるのやだ。ノルマ未達成。そんなノルマこっちから願い下げじゃい。おっと先ほど取り逃がした敵発見。必殺ラピッドショット。キレッキレのエイムはどこに行った?エイムの神は死んだ。なのでこれからは普通のおまんじゅうに戻ります。やはりただの確変であったか。とりあえず真ん中建物に侵入しますよ。ヘッドショット。さっきこっちがヘッドショット決めた相手に、全く同じ構図で逆にヘッドショットを決められ、しかも相手の砂はおそらくボルトアクション。これは完敗ですねー。確かに勝負では負けたかもしれません。だがまだ心は負けていない。それって強がりって言いませんか?古代の文献ではそのように書かれていたと記憶しております。初耳です。というかですね、勝負に負けたって、試合に勝てばいいわけですよ。試合に勝ちさえすればクイックショットよりも、ラピッドショットの方が上だったってことで良くないですか?危ねえ。また勝負に負けるところでしたね。畜生、ぴょんぴょんとちょこざいな。こうなったらラピッドショットの師匠をお呼びするしかありませんね。師匠、さあ師匠、あいつをやっちゃってください。セントリーガンじゃねえか。師匠は正面、私は側面。これで無敵ですね。セントリー師匠がおとりになってくれたおかげでキルできました。さすがポンコツ帝セントリー師匠。いつから落語家になったんだよ。っていうかそれ師匠のことバカにしてねえか。まさかカーニバル。そんな祭りは存在しない。この距離ならハンドガンの方が強い。覚えておくんだな。と、後ろからブースト音がしますね。背後はもらった。1キルいただきますよ。ほら、早くいただけよ。今日はこれくらいで勘弁しといたるわ、悟空。この距離ならハンドガンの方が強い。覚えておくんだな。全く同じことやり返されてて、生えてた草も枯れたわ。くっそ、あいつでラスキル飾って復讐や。はい、ギリギリラスキルじゃありませんでしたね。じゃああいつじゃなくてもいいからラスキルだ。とりあえずコンカッション。コンカッションが爆発した?なわけねえだろ。とりあえずラスキルを見てみましょうか。ああ、やっぱりグラビティスパイクか。なんだコンカッションじゃないのか。当たり前だろ。というわけでラピッドショットの強さを存分に発揮したところで、今回はおしまいとなります。皆さんもぜひ真似してみてくださいね。絶対真似したらダメだぞ。ご視聴ありがとうございました。